寝るときに羊を数えるのは逆効果だよ。どうも皆さんこんにちは、アイノビです。ということで今回も包帯でやっていくんですけども、アップデート入りましたね。はい、というわけでマッチングいたしましたよ。でやっていきましょう。ということでアップデートで新武器が追加されたということで、またサブマシンガンですよ。サブマシンガンですよ。そうってことは、どんなサブマシンガンかわかんないですけども、強いことを信じてやっていきたいと思います。ということで新しいサブマシンガンで今シーズンも敵さんの建築をぶっ壊す。はい、というわけで新武器をゲットできるのでしょうか。そこら辺に落ちてるんですかね。やっていきましょう。サブマシンガンはね、友達です。まあまあ今の環境アサルトよりもサブマシンガンを持ってる人の方が絶対的多いんで、しっかりとした立ち回りをやっていきたいと思います。しっかりとこの鉱山の山をね、降りていんきょ、降りていんきょってちょっと、こいつやばいな、こいつ脳汁ぶっしゃやんけ、この人やーば。ちょっと降り方が雑味ちゃん、やっていきましょう。結構敵さん降りてますね。あ、出たんじゃねこれ。いきなり。これ見てみて。チャージすることで弾の数を変えることができる。チャージすることで発射の弾の、え、どういうこと？チャージする分だけ弾を変えれるってこと？え、ちょ。やめ。新サーマシンガンの。なんだこれ。新サーマシンガンで、テクサーの壁をぶっ壊す。サーマシンガン環境に慣れてきましたね。テキサと壁をぶっ壊す。はい。お、テキサがいますね。チュンザイの方に行きましょう。新サブマシンガンでテキサの壁をぶっ壊す。